こんにちは、旅っぽ学生スタッフ達也です。本日は大阪で話題のゲストハウスリンダホステイさんの方に宿泊していきたいと思います。それでは行ってみましょう。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、リンダホステル天禄の共同代表の、水口智弘と申します。まず僕はそうですね、今25歳で、このリンダホステルっていう、まあ、大阪の天神橋商店街っていう場所と中崎町っていうエリアのちょうど間にある宿泊施設、ゲストハウスですね。で、1階にカフェバーが併設されて、だいたい40ベッドあるので40人収容できる、まあ、ゲストハウス、ホステルを運営しております。まあ、ここをまず始めた経緯としては、まあ、僕が学生時代に遡ります。アメリカ横断した時の経験が結構ゲストハウスをしようと思った理由なんですけど、で、まあ、僕はどっちかというとこう観光地に行くっていうよりかは、まあ、現地の人とこう触れ合って、まあ、現地の人から聞いた情報で観光したりとか、まあ、現地の人とこう一緒にご飯食べたりみたい なんかそんなこう現地での出会いみたいなのが生まれるタイのことがすごく好きで、なのでこうゲストハウスを好んで選んでました。言語が違うけど分かり合えたとか、なんかそういう感覚が生まれるのがすごく、好きで、自分自身がすごくそこに浸りたい、そういう場所にずっと浸ってたいなっていう、思いがあって、でもこう、まあ、その時結構就活時期でもあったから、まあこうね、就職活動したいしないとかで、まあ、いろいろ考えた時に、まあ、就職してしまったらなかなか旅もできないし、こういう経験って旅でしかできないからって思った時に、あ、ちょっと難しいな。あ、でも、自分自身がこのゲストハウスを作ってしまえば、あ、その経験ってずっと、あ、そういう感覚ってずっと自分の周りに作れるなと思って、あ、じゃあゲストハウスしようっていう単純な理由からだったんですけど、まあ、たまたま、こう、ここの物件のオーナーの方がチャンスいただいて、まあ、運営を任せていただくっていうのがあって、まあ、でも自分一人じゃできないし、いろいろこう自分のやりたいことを共感してくれたりとか、一緒にやっていきたいっていう仲間を探しつつ、まあ、今の共同創業者のパートナーにも出会って、まあ、今スタッフも含めて7、8人ぐらいでずっとここを運営しています。リンダホステル天禄の魅力は、まあまあ、ハード面とソフト面で2つあって、でハード面で言うと、まあ、ここのゲストハウス3階建てなんですけど、まあ、ゲストハウスにしては結構空間が結構広くって、あと清潔感もすごくあったり、まあ、ドミトリーとかも壁に埋め込みタイプだったりするので、割とこう半個室のような感じ、結構ハード面的にはすごく褒めていただくことも多くって、なんかめちゃくちゃ寝心地いいとかゲストハウス初めて泊まったけどめちゃくちゃ良かったとか綺麗だったとか、意外とすごく広くて良かったっていうのはお声いただいてて、まあ、それは多分結構他のゲストハウスよりもハード面はすごくいいんじゃないかなと思っています。まあ、1階の空間も結構広いのでイベントスペースとかで使っていただくことも多いですね。でソフト面ではやっぱりスタッフのこう対応とか、まあ、一番はすごくスタッフが結構フレンドリーに接するので、セカンドホーム的にカフェバーの方は利用していただくことも多いし、まあ、宿泊の方では最近は長期で滞在する人が多いので、まあ、普通に一緒に飲みに行ったりとか、すごくこう仲良くなる、距離が近い、お客さんの距離が近いっていうのが結構ソフト面では魅力なんじゃないかなと思ってます。そうですね、この中での苦悩はまず今年の、コロナが出てきて3月以降が出てきて、まあ、国がこう休業要請とか自粛要請を出したので、まあ、4月から5月にかけてはカフェバーも、まあ、宿泊も全部営業停止にして2ヶ月間、まあ、営業ができないという状況もあって、まあ、言うたら営業できないイコール売上が完全にゼロで、まあ、宿泊施設としてはすごくまあ、数字的に一番大変な時期ではありましたね。100から0になったこの状況で自分たちが何ができるのかっていうところを考えるだってはすごく苦労しましたね。まあ、ゲストハウスっていう特性を生かしてできるものとして、僕たちが今こう、まあ、一つやってることとしてはゲストハウスで、まあ、留学っていうものでゲストハウスの特性なので、まあ、
旅行者の外国人旅行者はいないですけど、スタッフが外国人だったりとか、まあ、1階の常連さんが外国人の人たちが結構多かったりするので、まあ、こうゲストハウスに宿泊することで一つ留学体験とか得られるものの企画を作ったりとか、いろんな企画をやっていくことが、まあ、今は生き残る手段なんじゃないかなと思ってしております。質問の方を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今回はこちらのリンダホステルさんの方にご宿泊させていただきました。個人的な感想としてはいろいろな魅力があったんですが、スタッフさんとの距離感であったり、とてもアットホームな雰囲気が感じられるいい場所だなというふうに思いました。大阪に来られた際にはぜひこちらの方をご利用してみてはどうでしょうか。ご視聴ありがとうございました。